フォッカー V8 フォッカー V8 はドイツの試作戦闘機。フォッカーの戦闘機である三葉機、フォッカー・ドクター・アイがその有用性を示した後、アントニー・フォッカーは主力を5枚に増すことで性能向上を図る案をラインホルト・プラッツに示した。プラッツはこの提案に対しては会議的であったが試作機が製造されることになり、心臓ではなくドクター・アイと 並行して開発されていた三陽機ホッカー V6 のパーツが用いられた。V8 の型番が与えられた、この機体は V6 の操縦席前方の三用の主翼を V6 のスタンカー配置から水平配置に変更して、プロペラの直後、機体最前方に移し、操縦席後方に副用の主翼が加えられることで、タンむつばさ構造の五用機となった。 前後の上翼にはエルロンが設けられるとともに、副用の上翼には昇降打があり、水平尾翼と同様の機能も有していた。エンジンは、ドクター・アイのオーバー・ウルゼル・ユアー2及び、V6 のメルセデス・ D2 よりも、高出力のメルセデス・ D3 を採用して完成した。1917年10月に初飛行、その後2週間かけて、改良作業に移った。しかし、 改良後の飛行においても十分な性能は得られず、計画中止となり機体は解体された。出展、初現性能武装 AB、フォッカー V8、2013年6月7日閲覧。AB、1、72スケールフォッカー V-8 ジャーマンを、ウィングス・エクスプリマントル・ファイター・インワウィー。アナグレンド・クラフト・スワーク、2013年6月7日、閲覧。ホエール、 AJ フォッカーザ・クリエイティブ・イヤーズ P253AB フォッカー V8 アラグレンド・クラフトスワーク1レジンキット2013年6月7日閲覧 AB フォッカー V8 2013年6月7日閲覧搭載見込みのなしから2丁までの説があるありがとうございます